おはようございます。画家の藤井です。今日は皆様に、謝らなくてはいけないことがあって、動画を始めたいと思います。第154回の利口評価スピンオフ、顔を描く喜怒哀楽楽戦編をお届けしたいと思います。本当に、皆様ご応募ありがとうございました。104枚のご応募がありま、あ、涙枯れてくるな、ありまして、そのうちそのうち、58枚を、105枚ですかね、落選とさせていただきました。申し訳ございません。ちょっと、本当に皆様の素晴らしい作品を1000回リリースするということ、あ、やばい、見つかる。ということで、始めていこうと思います。この、鬼高評価スピンオフ企画、勝手にちょっとやってみたかったんですみません。鬼高評というのをやっていたんですけども、それを、ちょっと忙しいので、やめさせていただいて、勝手に公募展という形で、第1回は日本、第2回は、ペン画、で、第3回は今回、顔、喜怒哀楽ということで、すみません。ちょっとね、やってみたかっただけですんで、お届けしようと思います。105枚のうち、58枚半分以上を、ちょっと1000回とさせていただきました。ご容赦ください。シャドウをさせてください。白いシャツを着てみました。やってみたかっただけですよ。ということで、大体1人1分でもう1時間かかりますんで、どんどん進めていこうと思いますが、第4回の方は、あなたの街ということで、もう、発表しておりますので、おぎそ m アットマークシシドとサガユードとシシルビーに送ってください。11月の19日の18時から23時59分、皆さん時間バッチリ守ってくださってありがとうございました。で、フレーミングはしなくても大丈夫ですよ。これからちょっとそういう風な動画の作り方にしていこうかなと思ってますので、もうトリミングだけ、最低トリミングはしてください。トリミングができないと、ちょっと私の方ではちょっとしかねますので、皆様の絵をちょっとカットせんといかんとかなると、ちょっとあれなので、頑張って、その辺やってください。で、写真もやっぱり頑張って、いい写真を撮ってみてください。ちょっとこう、今回も画像が悪いものがありましたので、あと、とにかくまずメールを送るときに、まあ、件名が第4回、次回だったらあなたの街、ですね、初めて送りますとか、まあ、短い、そんな短めの文章で、画材とか、タイトルとか、を、あれして、必ず添付してください。画像を添付、そこまでちゃんと確認してください。今回も2名ばかりに、昨日の夜のうちに、画像添付されてませんよっていうふうに返したんですが、結局今朝8時になりますが、翌日、今締め切りの翌日録画しておりますが、残念ながらありませんでしたので、返事がなかったので、ちょっと今回載せれませんので、本当は107枚だったのかなと思います。お待ちしております。よろしくお願いします。じゃあ、早速行きましょう。こちらの作品です。もうちょっとこっちしようかな。ですね、まあ、これもまずピンボケでちょっとこれ見えないなっていうのがあって、まあ、顔というテーマには順次でやっているなというふうな気はするんですけども、色とかもそんなに悪くない、綺麗な色を使ってはるなっていう感じがするんですけども、たびたびすみませんということで、この方動画を一回送ってきたんで、画像をということで、4号の油絵だそうです。ちょっとその、どっちかというと色彩とか絵の具の物質感みたいなのを大事にされていけばいいと思うので、でもこれちょっと打足的になんか手がもうあんまりいい形ではなくて、あ、これもったいないなと。とにかくこのなんかグレートーンの色はすごい綺麗な方なんで、そこは自信を持って、もっともっと絵の具を本当にこう大事にゆっくり置いていくという作業をされてみてください。頑張ってください。次の作品はこちらです。これも悪くないんですよ。これテーマに準じています。で、テーマに大外れしているという作品はありませんでした。今回見ていると。まあ、皆さんこじつけかもしれませんけども、これ顔ですよ、みたいな感じで言ってくれはる方もいて、いいですよっていう。多分そういう、こう、応募要件に反するようなものっていうのは多分なかったと思います。一般的な公募展とかでもそういう応募要件に反するようなものはなかったと思いますので、皆様ご安心ください。だから、こう、一応全部載せていこうと思っています。でこれがもう一歩だって思うのは、
なんかこう、せっかくやったらもうちょっと僕顔でかく描くかなとか、顔の色、写真をちょっと 見ながら描きすぎてるから影の色とかがちょっと茶色くなってしまってるなとか、もうちょっとその辺が、こうね、この豚かなんかですか、鳥かなんかですか、日本に続いて応募しますと、数年前、娘と横浜神奈川旅行した際の中華街、北京ダック専門店で昼食うんぬんかんぬんということで、喜怒哀楽というより驚きということで、こういうふうにこう釣られている北京ダックですかねを描いてみたということなんですけども、ちょっとその写真に引っ張られすぎているかなという感じがしますので、少し写真から絵画にするということをしてみてください。次の作品こちらです。すみません、1分というのは結構短いもので、こちらの作品はですね、ちょっとタイトル等が全くなかったので、私の方で少しトリミングもさせてもらいましたけども、鉛筆デッサンですごい笑顔で、悪くはないと思うんですけども、まあ多分こう、なんか、喜びの方ですかね、気なのかなっていう気はするんですけども、こう、鉛筆デッサンでも作品にするという意識をもっともっと強く持たれたらいいなと思って、もっと黒僕やったらグーッと置くかなとか、少し強い線を入れてみるかなとか、鉛筆以外のちょっとペン使ってみようかなとか、コンテ使ってみようかなとか、まあその身近にある素材をちゃんとこう使って、作品性を高めていったら、一般的な公募展とかでも十分に入選できる可能性がありますので、ちょっとそのラフスケッチみたいに見えてしまったりとか、今後多分、こういうふうに、こう、画像を送って審査してもらうという公募展も必ず増えてくると思います。本物だけじゃなくて。っていうことを皆さん考えられると、やっぱり写真とかの撮り方とかまでしっかり自分でできるようになられていたら、チャンスも増えますのでですね、ぜひですね、その公募の要領とか出てたら、例えばタイトルとか、画材とか教えてくださいねとかっていうのやったら、なるべく書かれた方がいいかなというふうに思いますよ。次の作品こちら。これはね、なんかね、ちょっと迷うところがあったんですが、ちょっとこう今までこう続きでずっとやって来られてて、この方はいつもこうですね、狛犬を描いてる方ですね、いつもよく描いてる狛犬の顔を描きましたと、笑ってる顔と怒ってる顔を 見かけるんですが、悲しんでる顔、喜んでる顔はあまり見たことがないので空想で描きましたと、モデリングペーストをうんぬんかんぬん。このような絵が受け入れられるかわかりませんが、ここは今のところ限界だそうですが、いや、この方、あんまりもう、そこまで狛犬にこだわり続ける必要あるんですか？なんかそこの理由があれば、ぜひコメント欄にいただけたらと思うんですけども、僕、このぐらいの技術を持ってすれば、もっともっといろんなものにチャレンジした方が面白いんちゃうかなと思ったんですよ。だから今回ちょっと選外とさせていただいたんですけど、まあこれは公募展あるあるなんですけど、毎年出していたりすると、審査員に覚えられると。そこで、なんていうか、その人のこう新しいチャレンジングみたいなのが見えるか見えないかみたいなところがあったりとかして、普通になんか亀描いたりとか、普通になんかそこら辺にいる何かを描いてみるだけでも全然面白いと思いますし、神社にあるなんかこう、ね、ご神木のクスノキかなんかでも、イチョウの木かなんかの幹だけでもこんな感じで描いてみたらめっちゃかっこいいのにな、そこが顔に見えてきたら面白いなとか、そんな風に思ってしまったりするんですけども、なんかちょっとそういうこう新しいチャレンジをぜひこうされてみてください。悪い作品じゃないし、絵の具の使い方とかすごく面白いんですよ。でもなんか自分でこうずっと閉じてしまうよりは、多分解放していった方が気も楽になりますし、僕もなんか若い頃こういう作家になるんだって決めるようなところがあって、ずーっと同じような感じでやっていったら、やっぱりルーチンワークに入っていきますのでね、その辺ちょっと気をつけられてみてください。次の作品はこちら。これはね、ごめんなさいね、これ迷ったんですね。本当に最後の方まで、こう迷って、僕はこう真っ向勝負で今回ドンと自分を描いてみるとかっていうやつも実は選んでます。で、その選んでる、真っ向勝負で描いてる中から、いや、ちょっと欲しかったね。この方の場合、ハイライトの入れ方です。特に白い色の入れ方が少し雑になってしまったというか、いろんなところにチラッ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 って見えている、同じような白というのが同じように白く見えてしまうので、そのあたりがもう少しこう、できていたりすれば、よかったのになという気もしますし、ちょっと例えばこれやったら少しこうなんですかね、40歳の方ということで、イラスト CG を描いてますと趣味でですね、いわゆる絵の具を使って、描く絵は苦手意識があり、ほとんど描くことはありませんでしたと、私の動画に、見よう見まねで絵を描いてみましたということで、休日に部屋着、ひげ面で写真撮影をしたのを公開し始めましたと。
出来上がるにつれ、そこですね。そこですよ。ライティングとかガンとしてみて、なんかこう、あ疲れた、あ上司ムカつく、あとかっていう顔かなんかを僕やったら真上からの光かなんかにして、この辺光が当たって面倒こう暗くなってとか、なんかそれぐらいのことをしていたら、多分違って、その明るい色がちょんちょんちょんと飛ぶっていうことがなくて、で、そういうのをすごい楽しんでやったらいいと思うんですよ。ちょっと光をこうしたらこうなるんちゃうか、ああなるんちゃうかってみたいなことを楽しまれたらもっと良くなる。多分次回以降、多分この方良くなると思いますので、ぜひ初めての投稿だそうです。ありがとうございます。また、鬼好評とか、ちらっとずつでもなんかやれる時あったらやってみたいと思うので、その時はまた送ってください。はい、頑張ってください。楽しみにしてます。次の作品こちら。ね、チャーミングでいいですよね。悪くないですよね。これもね、親知らずが、右が親知らずを抜いた時の顔を描きました。あ、顔も画面真っ二つ、分断、一番やってはいけないことかな、なので、普通に水彩アクリル、面白い、面白くない気がしてクレパスを使ってみました。ホワイトワトソンだそうです。すみませんね。悪くないと思うんですよね。で、真ん中で分割すること別に悪いことじゃないと思いますよ。もうガンとやってしまえたらやってしまったらいいと思いますし、なんかこう、親知らずが飛んでいくところも悪くないと思うんですけど、僕だったら普通に顔と腫れてるだけで十分やったかなと思います。顔というそれでなんか親知らずを抜いて痛みがある表情みたいなんとか、なんかこうあまりにもこうここ腫れてるのにすごいおすましさんみたいな顔しとるから、あれっていう感じに見えて、ちょっとそういうなんかこう絵作り的な部分でもったいないなという、もう顔やったら顔でドンと行って見ても面白かったんちゃうかなという気がします。まあクレパスの使い方はすごく面白いと思います。綺麗な作品やと思いますので、なんかこうもったいないなっていう目なんかね、キラキラ描いて欲しいんですけどねっていう感じがいたします。次の作品こちら。あれこれなんかこう見たぞ。うちのあれかな、恐竜ワンツーかな。遅ればせながら恐竜2号お誕生日を、それを旋回に選ぶという。すみません。やめときますね。仙台に選ぶというこの鬼っぷりでございますが、動画見ながら癒されてますと、この度勝手に喜怒哀楽の喜びを描いてみました。子供の綺麗な肌をなるべく。ね、これはうちのチビかな、動画を見ながら。わかんないですけどね。ですね、すごく悪くないんですよ。黒の使い方気をつけてください。すごい眉毛がバシューっとなんかしてて、黒をこう、ペタッと塗ってる感じがするというか、やっぱりこうなんか筆の毛先かなんかをうまいこと使って、こう、眉毛どういう風に生えてるかなとか、髪の毛もペタッとなんかノリがくっついてるみたいになってしまってるんで、ちょっとこう、その黒という色を使うときは、ちょっと青入れてみようかな、茶色入れてみようかな、赤入れてみようかなって、微妙に生の黒というのに少し色をつけてあげないと、いきなり黒がノリがついた、ノリがついた、ノリがついたみたいになってしまいますので、ちょっと目ん玉の中も黒がバンとね、ゴマがついたみたいになってしまいますので、ちょっとそういうの注意してみてください。次の作品こちら。あ、これもね、丁寧に書いてごめんなさいね。お孫さんたち怒られるかな、ごめんなさいね。お母さんがおばあちゃんがわかりませんが、コロナ前のボンたちの孫の、あ、すみません、変顔大会。これ、もっと顔でかく描いたらよかったのに、っていうのが、ね、私思ったんですよ。これだから、ちょっと迷った作品の一つで、もう、お孫さんたち、ちゃんと三人、こう、分割して、僕はボンボンボンと描いてあったりすると、本当に顔のところに、こう、集中して描けたりしますし、まあ、どうしてもスナップ写真的になってしまうので、そこがすごい惜しかったなという気がします。変顔大会、すごく面白い、テーマだと思いますので、なんかこう、皆様がここに載せることによって、皆様が喜ぶ、ハッピーになるようなね、今回動画になっていけばいいなと思って、今回こういう企画もしましたので、ちょっとその点で言うと、お孫さんのスナップ写真書きましたって見えてしまってるところがもったいないねっていう感じがいたします。そしてその顔の部分、に集中的に描いていくということが、あ、で、まあトータル全体を見た印象としては、まあはっきり言いますよ、僕口がめちゃくちゃ悪いので、皆さんあんまり上手じゃないなと、人間の顔を描くのが上手じゃないなという印象がありました。今録画している前日10月29日、ちょっとバタバタパソコンとかでしましたが、ライブペイントで、うちのちびっ子を描いたんですが、ね、私が一瞬まあ、消えてもいいんですけども、迫力のあるドンって僕は良かった。っていう人が案外いたんちゃうかなと、顔っていう風なもし課題が与えられたら、そこはもう真っ向勝負で行ってもよかったかと思いますよ。はい、次の作品こちらです。あと目水彩の綺麗な作品ですね。
これ68歳の方かな、いつも私も参加してみたいと思って初めて投稿しました。すみません、初投稿なのにひどいですね、孫がまだ首も座らない2ヶ月頃の絵ですということで、可愛い赤ちゃんあっという間に過ぎてしまって、この貴重な時期書き溜めておきたいと思う、気づけば今小学校1年生だそうですよ。というわけでこの前は6年前に描いた絵だそうでございます。こういう感じで言ってくださったらいいと思います。右下に2015年って書いてあったのをすぐ気づいたんで、多分今やったらもっとうまく描ける可能性ありますもんね。私がもしかして動画とか見てたら、もうちょっとこう肌の色に寒色入れてみましょうかねとか、ですね、輪郭線をちょっとこう豊かにしてみましょうかねとかっていう、髪の毛の描き方すごくお上手やと思うんですけど、ちょっとこう全体が茶番でしまってるかなっていうのとか、水彩のにじみとかぼかしとかっていうのがもう少しこう潔かったり、偶然的なのを面白く使えるとかってなってくると、もっともっと良くなると思います。これは本当に笑顔という、顔という、逆に言うと手いらんと思うんですよね。顔というテーマやったらば、手なくても十分絵になるし、そういうところがこうなんか別に見る人はそこに手があったなんて誰も知らないわけですからね。可愛い赤ちゃん笑ってはるわでいいと思うんで、ぜひそういうところも今後の絵作りをに参考にされてみてください。見る人はこの赤ちゃんの写真を知りません。誰も知らないというか、ご家族しか知りません。ここに手あったやろっていうのは、この視聴例えば3000回行ったとしたら、そのうち、3人ぐらいやと思いますので、皆さんをうまく騙すことを心がけてください。次の作品こちらです。これすごいね、2つ送らせていただきます。なんやろな。第24から鬼越見ていただいたものです。ということで、その時、見ていただいためいっ子ダンサーで、私の娘がピアニスト、昨年末にウィズダンスというコンサートの様子を絵に描きました。この作品8月の北海道の振動展に入選しましたと。次は入賞を目指して頑張りたいですと。顔は3人分、やはり、喜びと楽しいです。題名は輝くです。ということで、これを顔というテーマで差し込むのはちょっと無理があるかなということで、作品はいいんですよ。ちょっと無理があるかなということで、今回はこの線外のところにさせていただきました。これを顔というテーマで。で、絵はすごいいいと思います。まあ、この方はもうちょっと黒の使い方がちょっと気になるかなっていう気がしますので、まあ、本当になんか黒を使うときは少し慎重に、例えば黒が、例えばピアノのところのだけやったらばそんなに違和感がないかもしれないですけど、洋服とかその影とかなんかいろんなところに黒というものがありすぎてしまうからですね、その黒がもうちょっとバリエーション豊かになっていくのと、地面の床面とか僕やったらピシッとある程度なるように描いてあげて、それに落ちてる影みたいなものも大事に描いてあげたりすると、多分次のステージに行くんちゃうかなという気がしますので、ぜひ頑張られてみてください。次の作品こちらです。これも顔というと難しいっちゃうかなと。まあね、初めての、すみません、初めての方ね、もう、埼玉の秩父で、そうか、言うていいかな、手作りケーキ、パンを提供するカフェを営業してますと。似顔絵を手書きでチョコプレートに飾る、あれね、こう、誕生日ケーキの方が人気のため、12年も営業してるのに、いつからカフェになったんですか？ケーキ屋さんなのにランチがあるんですね。と、お客様から聞かれるくらい。なんかありますよね。うちの近くもあるんですけども、めちゃくちゃ上手なんで、いつも誕生日ケーキだけすっごいあって、僕はそこのシュークリームが佐賀で一番美味しいと思って、いつも買いに行くんですけど、シュークリームを買いに行っても、誕生日ケーキが山ほどあって、シュークリームが、全く売ってないということがあります。ということで、何の話。これは本当にもう、一回この色彩で何でも良かったと思うんです。顔描いていたら全然違ったと思うんですね。これ本当にこれあれかな？これでいいのかな？出ますね。テーマ怒ってる。おじさんの顔がどっかに見えてくるって書いてましたよね、どっかね。どこやだ。ビオラの花がおじさんの顔に見えるので、バッタと組み合わせました。ん？どこに？バッタいた。どれがおじさんに見える？まあ、これやばいな。俺また皆さん見えたって言うでしょうね。どこがおじさんに見えるの？バッタがいて、どれ？あかん、わからん。すみません、皆さん。わかる人をね。すみません、私ちょっと見えませんでした。これはもう本当にもっともっとこの色彩豊かに、なんか本当、人物でも動物でもなんかこう、顔を描いていたらちょっと違うんちゃうかなと思います。ただこれカフェに飾ったらいいんじゃないですか、この絵ね。素晴らしい、いい作品だと思います。次の作品こちらです。
これもね惜しいですね。これもね、いつも勉強になる動画ありがとうございます。基礎的なことが学べないまま描いているのでとても感謝しています。鬼に嫁ぐかなということをイメージして表情を描いてみました。鬼や恐ろしい王様などそういった存在、女性が嫁嫁がせる昔話が世界中にちょということをホワイトワトソンで、だそうです。悪くはないとは思うんですが、まあこれ立体的に描くとなってきたら、もう完全に陰影をつけていくとなったら、やっぱ骨格とか絶対必要になってくるんですね。で、骨格があってどういう風になってどういう風に影があってとかっていうことが、ちょっとただ光が前からポンと当たって影っていう感じに見えてて、そのあたりがもう少しこう造形的にこう描かれてきたりとか、髪の毛が本当にこうなってこうなってますかね、こうなってこうなってますかねっていう、こう本当にそうですかっていうところが、ちょっとこうその観察眼みたいなのがもうちょっと見えてくると、もっと良くなるような気がしますので、ぜひ頑張ってやられてみてください。一個一個パーツもそうなんですよ。耳とかも本当にこういう形かなとか、ちょっとそういう疑いを持って描くタイプのお作品なのかなという気がいたします。次の作品こちら。これ積極的にね、このテーマに選んで、攻めてこられたような気がするんですけどね。いつも YouTube 楽しく拝見させていただきます。喜怒哀楽の、哀楽、顔の表情と自分が感じた感情の色や形を4等分に分けて表現しました。モデルは4人の兄弟の次女ですと、いうこと。それ喜怒哀楽というのを分けてあるわけですよね。これ難しいな。出来やんことはないと思います。でも、もっとオーバーに顔の表情を変えてあげないとなかなか見にくいかなっていうのと、下の方にこうあるなんか鉛筆みたいな形とか、これの方が僕さっき目に行ったんですよ。で、その後こうなんかね、顔にこうなんて言うんですか、ペイントしてる人を描きはったんかなぐらいの感じに見えて、順番としては鉛筆に見えて、なんかグレートムタっていうプロレスラーがいるんですけども、なんかグレートムタかね、なんかわからないですけど、ペンキ塗ってあるのかなとか、すごくこう明確にもピシーッと分けて、もっと顔の表情をグンと、特にこれなんか僕あれなんですよね、左上のところの普通にオーソドックスに描いているところっていうのがあまりにもオーソドックスやから、あとはなんかこうですね、世紀末のデーモン小暮さんとか、なんかそんな感じに見えてしまったのかなという気がします。まあ技術的なことが結構問題かもしれません。次の作品こちらです。すみませんね、これ可愛らしい。これ今よく見たら、うわ、面白いですね。惜しかったな。ごめんなさい。これもね、惜しいところまで私の中で言っていたんですが、なんかこう、輪郭線までくくって描くにしては、体のところの輪郭線の描き方がちょっと雑やなっていうのと、なんか後ろに花のこう模様的なの描いていて、で、そこと人間のコントラストみたいなのがすごい綺麗なんですが、ちょっとこう、後ろの花のこう、世界観と前の、世界観が分かりすぎてしまって、僕だったらもうちょっと小さく後ろの花わーっと滅的に描いてあげるかなとか、なんかそのあたりちょっとこれも技術的なところがちょっと惜しいなという感じがします。ね、すみません、いつも ありがとうございます。コメントくださる方ですね、ちびっこサンタの出来上がりとソフトクリームを食べ、クリームだらけの自分の顔大爆笑している、すみません、なんかそういう草壁のトメスイセにパステルと、あとは合衆ということで、面白いところだと思いますので、輪郭線を引くならば、そこのところっていうのは引くでいいと思うんですね。でもそれがちゃんと形に即しながら、例えば洋服のシワまで入っていっているとかっていうところまでできていたりすると、ちょっと次のステージに行くのかなという気がいたします。次の作品こちらです。この辺お上手で綺麗ですね。今、こう iPad で、スマホでずっと見てたんですけど、iPad で見ると綺麗ですね。知人の赤ちゃんです。喜怒哀楽、揃っているでしょうか、この感情はってね、うちの自分もこんな感じですね。ね、パパに抱かれて、ママが何々ちゃんパチリ、この表情は戸惑いかな。ママの声に振り向いたらスマホが、そして、うんぬんかんぬん透明水彩、英語だそうです。いや、これでも透明水彩の使い方すごい綺麗ですね。影の色とか、赤ちゃんの中に入ってる色とか、髪の毛のね、すごく豊かな毛量とか、すごくいいと思いますよ。これをなぜじゃあ仙台にしたかという、これ入選でもよかったかもしれないですね。形の出し方とかも、なんかやっぱりこうずーっと見てた時に少しインパクトが弱くて、こうスナップ写真的に見えてしまったところはやっぱあると思うんですよね。だからちょっとそのあたりが
ドンと顔を描いてしまって、じゃあその顔で何かもう一歩何か伝えれるかなとかっていうこと、別にそこに何か説明的なことはしなくてもいいんですけども、なんかそのあたりがちょっと弱かった、すみません、言い訳がましくなってすみません、なんかそんな感じがいたします。次の作品 こちらです。3週ぐらいこう見てるんですね。だからこう徐々に、あ、これは僕も本当心優しい人間ですので、本当に皆様を泣く泣くですね、船外に半分ぐらい、まあ半分以上してますけども、していった際にですね、こちらの作品ですけども、でこれもだからすごい迷いましたもんね。これを買おう。でも絵としてはすごいいいですよね、これね。多分普通に鬼好評とか出してきたら、面白い、いい世界観ですねって言って多分褒める作品なんですよ。でも買おうと言われたら、うわっ、蝶々、月で、それこの人形で、このあたりで、蝶々と月で目になっててみたいなのがファッと後から見えてきたりすると、あー面白いってなって、入選入賞あたりまで行くかなっていう気がするんですけども、いつも YouTube 画力を上げたり勉強していますと、恐竜チャンネルも登録ありがとうございます。今、75人ぐらいで、ありがとうございます。就活中の90歳ぐらいの父が、私が遥か昔に遊んでいた抱き人形と私の兄弟の写真の顔を描きましたと。そうか、だったら顔の部分だけを拡大した写真かなんか風に俺やったらするかな。難しいところですね。ということで、反省は、人物の顔と体のバランスが悪くなってしまいました。アゲハチョウの色調も強くしすぎましたと。写真の部分がもう少し強く描いてもよかったかなというふうに思ってますということで。そうなんですね。アゲハチョウがこれだけ強いんやったら、僕は月かなんかをもうちょっとポンと僕は意図的に強く描くことによって、なんか目みたいに見えてきて、なんか鼻のあたりに向こうの人形かなんかの手、人形の奥の手がなんかニョキと出てきてたりすると鼻に見えてきたりするかなとか、なんかその辺で、なんかもう一個、顔というものが出てきても面白かったのかなという気がします。次の作品こちらです。なぜ笑ったっていうか、私もこの顔を描いた記憶があるぞと思って初め見た時に笑ったんですが、ライブペイントでですね、奥様のですね、3年ぐらい前の写真を描いてくれということで描いた作品だと思いますけども、ライブ配信で妻の写真を、この方もしかしたら奥様も出してきていたのかもしれませんよね。さあ今日奥様が出てくるか、旦那様がもう出てきてしまいましたので、旦那様だそうです。いや顔でよかったですよ。こうもっともっと顔でよかった。これやったら奥様のですね、3年ほど前のお若い頃のあれを描いたということで、やっぱ皆さん眉毛ですね、眉毛ってこう立ってます、なんかこうなってて、こうなってて、女性ってね、女性の方がそういうの知ってますよね。どこの方を無駄毛抜くとかしてはるでしょ。で、そういうのずーっとじとーっとこう、お風呂場のとここう、ずーっとじとーっと観察してみられたらどうですか？何見てんねんよとか言われると思うんですけど、ちょっとその眉毛の特にこれは気になりますよね。あんまり立体的に描いているわけじゃないんですけども、すごく肌の色とかも綺麗で平面的な感じがするんですけど、それはあえて狙ってらっしゃるのか、洋服のところなんかの丁寧さもいいんですよ。で、逆にそういうところに目が行ってしまったり、顔で打てる割には髪の毛の黒さがすごい強、まだこれも黒なんですよね。黒さってるわ。強く見えてくるので、ちょっとそのあたり、いやもうちょっと真っ向勝負でも、でも素敵な奥様のね、たった3年前の写真から描いたのかなという気がします。タイトルは白い一日 F15、 すみません、このあたりはあまり細かく読んでおりません。次の作品こちらです。22分。こちらの作品ですね。あ、これアクリルかなんかでしょうかね。シナベニアに油絵だそうですね。今回の人物は、小二の孫が空手の試合で決勝戦を惜しくも悔し負け、負けて悔しいな防具を脱いでじっと追うぬかぬんということでございます。ちょっと体が、私と同じぐらいに見えてしまうのはなんでやろ。私と同じぐらいってね、おじさんっぽく見えてしまうのはなんでやろな。すみません。申し訳ございません。ね、顔の、汗と顔だけで良かったんちゃうのかなと。ちょっと影の中の色が少し暗すぎるかな。ちょっと茶色がこう強すぎるかなっていう気がします。ここのところに入ってる茶色っぽい黄土色的なのも少し気になるかなと思います。で、そのあたりがもうちょっと加湿できるようならば、少し
書いてあげてもいいかもしれませんね。ちょっとこう黄土色っていう感じ、明るいところを書いていこうとするあれとか、心意気的な部分とかっていうのは素晴らしいので、ちょっとそこら辺がね、ヒゲがちょっと生えてるように見えたりしたんで、そっか、小学校2年生だったか。ね、でもやっぱりこう、ね、まだ、幼い6歳、7歳ぐらいですか、の子供の、自分でちょっと隠されてみてくださいね、こう皆さん画面をこうやってね。ね、ちょっとここだけ見るとおじさんに見えませんか？すみません。次の作品に行こうと思います。こちらの作品です。これも面白いなと思って、これも同じなんですよね。俺手いらんやろなと思って、すごくですね、虎の顔を遠く、人間の顔で、これ後ろに見える月か花かわからないですけど、ここだけでよかったね。なんか点とこだけ、点とこに迷いがものすごい出てる感じが、せっかくこう上の方で潔くこう絵の具の使い方ができているのに、悲しみとかですね、リベンジということで思い調整しました。苦しみましたと。昨今の若い人、極端な変身ぶりにどうなのかなと思ってしまうおばちゃまです。え、昨今の若い人の極端な変身ぶり、どういうことやな。可愛くて若く、無敵さを表現したくて虎を乗っけてしまいました。虎は無敵じゃないですよ。残念ながらね、今年は虎負けました。ツバメに負けましたよ。人物は初めての挑戦。あ、人物の人の肌の色めちゃくちゃ綺麗ですよ。それで虎のこの潔さ、絵の具の使い方、あ、すごくこう可能性を感じる。手がいい手を描いてほしかったですね。これが本当にいい手でしょうか。ちょっと、ちょっと、ちょっと、なんか、ね、こっちかな。なんかこ、ちょっと、これが本当にいい手ですか。なんかね、ミッキーロークさんでしたっけ、猫パンチみたいな感じがしてる人は知ってると思います。次の作品に行こうと思います。こちらの作品、これはちょっとね、謎で僕は考え、道具から書いたんですかね。いつも動画ありがとうございますと。甘く描けるような錯覚をしております。あ、錯覚をしています。さて、今回、洗面所の壁についていた給湯器のリモコンを外した跡が、電気をつけると、なんと顔のような模様が浮かび上がってきました。ハンニャの口が裂けているところが、犬の顔に見え、ビス穴の跡が犬の目に見えますと。おじさん見えんぞ。全体が土偶の僕シルエット、土偶かなんか、本当に頭があって髪の毛がなびいていて、なんかそういう風に見えたんで、これ顔かーと思ったんですけど、え、ちょ、あれ見えへんな、俺は。あれ、また私のあれですかね。すみません。うまく描けるような錯覚。あ、私の動画を見てうまく描けるようですね。なんかもっと潔くていいです。もう本当にビスの穴です、これは、とか。なんかその辺の潔さみたいなのが、ちょっとなんか、ビスの穴かな、なんか線かな、なんかかな、っていう感じに見えますので、ちょっとその辺を少しこう潔くされてみてください。はい、次の作品こちらです。32分ですね。これもやっぱね、これ証明写真的な、こう、なんか思い出写真的な感じに見えませんか？青木座先生、初めて投稿すみません。インスタグラムで知り合いの方から写真をいただいたということで、その人の方の許諾を得てます。A さん、キャンソン。色鉛筆パステルだそうでございます。そう、顔で良かったですよ、顔で。今回はね、こういうのに出す。自分の本当にこう、あれとして、制作として描く分には特にもちろん問題ないんですけども、顔と風鈴ぐらいでよかったんちゃうかなっていう気がしますね。手とか洋服、このね、置物まで、浴衣かな、入れるっていうことまで、この公募展という要領に合わせていくと、ちょっともったいないかなという気がいたしますよ。すごく色が綺麗です。よく描けているなと思いますし、これは、鉛筆とか色鉛筆とかパステルの色鉛筆とか、ね、そういう画材を使って描いてありますので、少しこういう公募展とかに出される際は、そのあたりは本当にこうしっかりと読み込んでみて、出品されることをお勧めいたします。次の作品もちょっとね、似てますよね。ごめんなさいね。金魚もあって、この女性ね、なんか素敵ですね。ね、証拠にもなく二度目の、もうどんどん遠慮なく出してください。動画をヒントに知り合いの女性を着物姿を背景に、モビールの金魚を配置しましたと、自由気ままな人生を優雅に楽しんでいる現代の女性を表現します。なんか誰かに見えますよね。誰に見えるんかなと思って見てましたけどね。宮古はるみさんに見えるかな。すみません、わかりませんが。すんごいピンクとか、金魚の赤とかめっちゃ綺麗なんで、顔って言われた時に、これにテーマで顔って気づく人がいますかね？
どうなんですかね、すごくこう、他のところの色使いの鮮やかさが、ね、多分こう動画にすると、でもこれをテーマ、顔って言うたら、どうですか皆様気づきますかそういったところがちょっと引っかかってしまうというかですね、そのあたりをもう少しこうテーマに準じて、喜びかなんかですかね、というところに、頑張ってやられてみてもいいかなと思います。透明水彩の色使いとか絵の具の、色使いとかすごく綺麗なので、ぜひ自信を持って頑張られてみてください次の写真はこちらです。写真じゃない絵です皆さんが写真を見ながら描いているのがもちろんわかるから、写真ですって言ってしまいましたけど、顔でよかったですよこれもやっぱり写真を描きましたねって見えてしまうので、だったら顔だけでいいです。だったら顔だけで勝負されても十分、顔か首ぐらいまでかなっていう感じがしますので、もう少しなんかこう肌の中の色を頑張られてみてもいいかもしれませんよね。なんかこう勉強方法としてはもしかしてこう本当にこう筆色分割法じゃないですけど、ベタッと塗っていくという点点点点って置きながら、こう色を複雑にしながら人の肌を複雑に表現するということを少しされていってもいいのかもしれません。髪の毛とかまでよう描いてるんですよ。目とかまでよう描いてるんですよ。でもどうしてもその結婚式とかって大体フラッシュが焚かれたり真正面から光来てたりとか、なるべくこういろんなものパッパッパッと飛ばすように写真撮ったりするので、絵にするにはちょっと難しかったりするんで、そういう写真とか使えたら逆にもう陰影とかを完全に排除してしまって、目ん玉とかね、髪の毛とか、昔ね鈴木園子さんって方おられましたよね、下からガンガンこうテレビ出られてガンガン光をガー当ててテレビ出られてて、他の出演者とは全く違う異質な空間を作ってらっしゃるいましたよね。次の作品こちらです。あーそうか、鬼瓦っていうですね、クアラルンプールの方すみません、テーマ、微笑む鬼瓦を描いてみましたと。コロナ少し収まって、あ妻と奈良、あそうですか、行ってまいりましたか、東大寺興福寺、そうですか、立派な鬼瓦がありません、鬼瓦ってやつですね、よく見ると後日わかりましたが、あ鬼瓦奈良発祥なんですね、そうですか、今回のテーマが、顔ということ。手塚治虫さんの、あれ、火の鳥の鳳凰編でしたっけ？鬼瓦を作るやつ、あれ僕大好きで、ちょいちょい、読んだりしますけども、あれの鬼瓦がですね、ガオでしたっけ？ガオかなんか作る鬼瓦、ああいうのとかを皆さんこう今回出品するにあたって見てほしかったというかですね、やっぱ漫画の1コマであれだけ迫力のある絵を描けるということなんで、ぜひですねちょっと Google とかで検索してみてください。ちょっとだからこうなんかこう、もちろん笑顔の鬼瓦描いていいんですけど、こんだけ空を大きくするんだったら、やっぱ空めっちゃ綺麗に描いてほしかったです。なんかもう塗りムラができてしまうっていうんやったら、もうなんかビューっとこう色紙買ってきて貼り付けるくらいの方が、多分鬼瓦の方にもっと目がいったと思いますし、ちょっとそういう技術的な部分がですね、この鳥が2匹いるとか、空が大きくあるとか、空に対して鳥が2匹が緑とピンクがとか、なんかこう、鬼瓦を描ききる自信がないから、いろんなものでなんか補足しようとしすぎてる感じがするかなという気がいたしますよ。ということは、ご大阪の方だそうでございます。次の作品はこちら。うわ、これもね、だからこの辺りになってくると、あ、皆さん水彩画と綺麗な美しい絵ですよ、鬼好評だった方がいいじゃないですかって多分言うてると思います。顔か顔かっていうで、みかんを一生懸命、うちのちびもみかんを一生懸命剥いてます。人の肌とかの色の使い方、私なんか全然上手ですよね。私なんかも作画動画にして皆様がこういう全部が赤っぽい感じになるから、思い切って紫とか青とかをあえてやってやりすぎてるといういつもパターンなんですけども、これぐらいこう自然に描けたら、顔ですかねこれはっていう感じがいたします。もったいないな、惜しいな、水彩の使い方美しいですよ。ぜひまたいつか鬼好評とかに送ってきてください。1歳のお孫さんだそうです。みかんが大好きで、本当に熱中して自分で剥いているといううちのチームよう向いてますわ。まだまだ指先が徐々に動かないけど、よだれを垂らさんばかりにワクワクしながら向いていると、集中している顔ですね、いうことだそうです。はい、次の作品こちらです。これもね、これはじめ
あれですね、私の中では、ちょっと入賞の方に実は持って行ってたんですが、ちょっとこれも強引じゃないかなと、お題が出てから何にしようか、あちこち人の顔ばかり見ていましたが、時期的にこちらでは咲いている綺麗なダリア、あ、ダリアが咲いているんですか、ということで、その綺麗なダリアをこの花、の顔、表情を喜怒哀楽を捉えて表現しましたと。時計回り、右上の方から反時計回りに、喜怒哀楽を表現しました。これに気づける人がいるでしょうか。ちょっとそのあたりがちょっと強引だったかなと。でもすごくこう本当絵画として絵としてはすごくいいです。だからすごくこうもう線で描くとか塗りです、グラデーションです、ぼかしです、スパッタリングです、こうはっきり言うてる。でそれがすごくやっぱ潔がいいのですごく綺麗に見えます。ただ顔としてはちょっと難しい、そこまで読み取るぐらい人は優しくはないかなというふうに思います。次はこちらです。お、デッサンですね。デッサンが来ました。ああ。ちょっと待ってください。カットできるか。アグリッパですかね。タイトルは笑顔の石膏像ということで、40×405×302 ということで、画用紙に鉛筆で描きましたということで、大阪の方ということで。めっちゃうまかったらいいと思います。めっちゃうまかったらいいと思うんですけど、ちょっと、石膏デッサンとしては弱いかな。もっとこう、本当に立体感出して、あれこの像って、あれ本当に笑ってたかな、アグリッパでよかったですよね。かなっていうぐらいまで見えていたらよかったんですが、その技術的にちょっとこう、足らんかなって、本当に立体感出すために、両線反射光とか、それにの鉛筆の使い方によって、で、やっぱもうちょっとこう、鉛筆最終的には立てて描かないといけない。と思います。ちょっと立ててしっかり描いていけれると立体感とかっていうのも出てくると思いますし、ちゃんとこうこすりとザラつきみたいなのをうまく使い分けてみてもいいんじゃないかなと思います。次の作品こちらです。あ、これね、これも迷ったんですけどね。で、こちらですね、チャーミングですね、いつもありがとうございます。大人っぽい娘を描きましたということ、ちょっと大人っぽい娘を撮りましたということかな。あ、初めてですか。これペン画で、でね、前回ペン画ということで、やっていたんですけども、ちょっとですね、これも、ちょっとパンチに欠けるなっていう、そのペン画を見てしまったばっかりにというところもあるし、例えばこれ、下のところが、ね、机のところが鏡になってて、そこになんか違う、まあ同じ顔でもいいんですけど、下から見上げたような、これは今カメラ目線ですけども、鏡状になってて、そこになんか映ってる顔とか、私だったらそんなん描いちゃうかなとかですね。なんかこう、少しこう、ただペンで描きましたっていうだけじゃ、少しこう、公募展とか出した時は弱くなってくるんじゃないかなという気がします。もう本当にいろんな色を使われる方もいたり、いろんなペンの種類も使われる方もいたりしたので、ぜひですね、そのペン画の方も皆様合わせて、僕個人的には全体を通してみると、ペン画の入賞編ってすごかったなと思ってるんですが、案外視聴回数が伸びひんで、ああ、やっぱりそういうこうカテゴライズ皆様しすぎるのか、なんかわからないですけど、水彩しか見ませんとか油絵しか見ませんとかってなりすぎんのか、ね、芸術とか絵画とか、例えばダヴィンチでも、デッサン的なペン画とか、イカスミで描いてるペン画とかもあったりして、ダヴィンチが来るって言うたら皆さん見に行くじゃないですか。別に油絵じゃなくても多分見に行ったりすると思うんですね。だからちょっとその辺が、あれとかすごいヒントになるものいっぱいあったのになっていう気が今回してます。別にペンで描けてるわけじゃないですよ。次の作品こちらです。わー、可愛らしい綺麗な作品ですね。こんにちはと、いつも楽しく見ています。前々回は、7人の、お子さんがいたやつですね。あれすごい面白かったですよ。私の動画を何回も見て描き直して、やっと仕上げましたと。背景の大きさがおしゃれになるよう工夫しました。マスキングテープも使い出したと。
今までここまで描き込んだことはなかったのでとてもいい勉強になりましたということでございます。お上手になられましたね。色使いもすごいいいですし、髪の毛とかまでも描いてあって、非常にいいと思いますよ。この調子でぜひ、技術的にどんどん伸ばしていかれたら、自分が描きたい世界観とかがもっともっと出てきた時に、そういうのが有益に働いてくるわけじゃないですか。こう描きたいけど技術が足らない。これぐらい例えば描けるようになってくると、もっともっとこう描けるようになってきます。じゃあなんでここにあんねんっていう話かもしれませんけども、やっぱりこう、ね、プラスアルファ、ここから何か、こう作品としての強さみたいなのはないというか、ちょっとスナップ写真的に見えてしまいましたというところでございます。次の作品こちらです。ね、これも面白いですよね。こう洗面台にお湯溜めてちびっこ入れてるんですかね。僕なんかも風呂にジャーンといきなり行きますけどね。入れてはるんですかね。これの顔、赤ちゃんの顔、面白いと思って見たんですけども、赤ちゃんの顔だけでよかったんちゃうかな。お母さんの笑顔もあっていいんですけど、なんか本当にね、すごい苦しんでるような赤ちゃんの顔をめっちゃ笑ってはるという、こうなんか、なかなかな図やなって思いながら見ていたんですけども、悪くはないと思うんですが、なんかせっかくやったら僕これ、赤ちゃんと水とか、そこに透けてるものとか、なんかその辺にぐわっとフォーカス当てて見てもよかったんじゃないかなと。やっぱりこう、うまく撮れた写真を、とか、たまたまあった写真を描きましたっていう風に見えてしまうとちょっともったいない気するんですね。さて今回の課題は顔ですが、長男と嫁、赤子をモデルに母の愛、母の愛か、そう言われるとな、母の愛かっていう感じがしますよね。確か東京芸大の試験出題自画像で、確か私ですね、そうですね、大きく描くだろうと私自身は画面に小さく描いて合格されたお話をし聞いたので、私も顔を小さくしましたということで、ちょっと違うんですけどね、意味意図がちょっと違うんですけどね、もう自画像って出たらもう絶対鏡見てみんな顔をボンと描くわけじゃないですか。ちょっともーっと周り見てたらみんな大きく描いてたから小さくしたんですけども、だったら、これやったら僕、画面の中に赤子だけ小さく描くかなとか。なんか、鏡に映っているお母さんの笑顔の部分と赤子だけとかね。ちょっとなんかその辺を、こう、うまくこう、どうしてもやっぱり、こう、今回上がってきてるのは、半数近くはちょっとスナップ写真的なものを描きましたみたいな風に見えてしまっているのが多いのかなと思います。次の作品こちらです。うわ、これですね、一回上だったんですけど、落とした作品です。すみません。本当優しいですよね。今日は本当目薬を常に用意しておかないといけません。娘からスマホで送られてきた動画のコマを描いて、一コマを描いてみました。2歳7ヶ月買ったことで、ヘタ全部取ったよと嬉しそうに、ミニトマトの全部、ヘタを全部取ったそうで、初めてがこれからたくさんあって大変ですと。可愛くてニヤニヤしながら描きましたということで、S3 キャンバス。黒ジェスを塗って乾いてから、油性パステルとダーマトグラフで描きました。ああ、そうですか。素晴らしいですね。ね、わあ、ね、優しく生きたかったですけどね。顔だけでよかったかなと思いますね。でもすごく素敵な表情ですね。ダーマトグラフと、パステルみたいなのがすごくこう、効果的で、黒い背景みたいなのもすごく効果的で、いい作品じゃないですか。ニコニコして描いた理由がわかります。で、体まで描いてる割には体のこう形があまりこうよろしくないというか、このトマトも僕なんかこうブルーベリーかなと思ったんですけど、これトマトだったんですね。もっと多分赤み、黄色み赤みが強いオレンジ色みたいな色にした方が多分良かったのかなという気がします。という風な言葉が出てきてしまわないように、顔に、スポットが当たるようにしてあげた方が良かったということを私は言いたいわけでございます。次の作品こちらです。わあ、これもなかなか面白いなと思いました。この度絵画を習ったこともない友人の勧めで初めて公募に出してみましたと。悩みましたが、孫に本物の山と海は見たことがないと、今回のテーマに該当しないけど大自然の顔、白山ですかねと、日本海を背景に彫刻師だった叔父ですかねが、加賀獅子を思い浮かべて、僭越ながら投稿させていただきましたということで、いろんなこう情報が入りすぎて僕の中には混乱がしても生じてますが、ん？孫が本物の山と海は見たことがない、ん？孫に、今回のテーマ該当しないということで、すみません、ちょっとそういうことがよくわからないな。面白いですね。
なぜ、後ろの山と海を描いたんでしょうかね。別の絵で描いてお孫さんに見せてあげたらよかったかなと。で、それでこの真ん中だけドーンでよかったような、もうそれを切り取って、なんか、で、応募してきてもよかったぐらいだと思いますよ。僕はそれぐらいのものがあっていいかなと思ってたんですよ。もうお面かなんか作って切り取って、どうやっていうぐらいのとかでも、なんか紙粘土かなんかで、ブーっと。画材自由と言ってますからね、別に。絵とは言ってたかな、わかりませんが、ちょっと今回もデコラティブな作品が1点2点あったような記憶はあるんですけども、ちょっとその辺が少しこう、いろんなものに切りすぎたなと。こちらの作品です。これも上手なんですよ。わー、綺麗に描けてますね。本当に人の肌とかすごくいいですよ。丁寧に描かれています。ペンネームが SKT さんっていうんですか？だそうです。ウォーターフォード、一言、美しい顔にフォーカスして描きました。首から下を暗くして、またバッグの色面構成にも気を使いました。ペン画の好評ありがとうございました。ブルルって書いてますけども、お上手です。非常にお上手で、透明水彩で、お嬢様か誰かわかりませんけども、描いている作品だなというふうに思います。ね、まあ、今回なんかこう入選と線外の境目ってすっごく曖昧です。僕もそこを選ぶのも最後好みで言葉にしろって言われると難しい。これもだから初め入選の方に入れていたんですが、やっぱこれも写真をそのまま書いてるだけになってしまったらもったいないぞということで、ここに選ばせてもらったということでございます。すごい綺麗で色使いもいいのでこの調子でやってみて、なんか本当に笑顔やったらもう真正面から笑顔をドンと描いてみてもよかったんちゃうかなという気がします。もう桃を食べてる時に撮れたチャーミングな写真を描きましたって見えてしまうんじゃなくて、ね、というふうに思いますよ。次の作品こちらです。ちょっとこのパターンがいくつかありましたね。仏像とか何かを、いくつかの顔を57もやってるとさすがに大変です。夫は仮面が好きで、東南アジアの仮面がいっぱいあるんですって、それを顔として喜怒哀楽として描いたそうですよ。ということで、悪くはないと思うんですよ。もうそのテーマにすごい即して一生懸命やろうとしてる感じで。で、ちょっとこう技術的に、ね、惜しかったなと。多分右の方が、木とか喜びとかで黄色い背景で、左の方は悲しみでというふうに、背景もそれになんか順じてこう書いていっているんですが、ちょっとその辺の塗りとかの、村っぽさみたいなものとかが、もうちょっと綺麗にいっていたりすると、ちょっと見え方が違うんちゃうかなという。書いてあるもの自体はすごく丁寧に一生懸命書いてるんですけど、周りのところまでの三角っていうのが、ちょっとこう弱いんちゃうかなという気がいたします。次の作品はこちらです。もうこの辺だと本当上手ですもん。もう何で落としたいやってもっとね、こうパッと評価がいっぱいつきそうな感じですけど、人の肌とかものすごい綺麗ですし、黒の入り方自体はこれすごい綺麗やと思いますよ。違和感なく髪の毛のところに本当入っていて、本当はちょっと違和感が出てきそうな黒ですけども、画面を構成している、色としては悪くはないと思います。そうか、これは入選やったかもしれんなって今なんか思うようになってきたら、すごく水彩の使い方上手ですね。綺麗ですね。だから本当になんかこう、水彩の人物画っていう風に見えて、顔ということではちょっと僕の中で弱かったからこっちに来たんですね。もう心優しいから半分以上は、線外の方に持っていかんといかんなというこう、使命感に駆られてこっちに来てしまった作品になるのかなと思います。まあ、何を言えば、ここのところだけのぶつかり方だけがちょっと気になるかもしれないですよね。ここのところ、なんか見えてる、ここのところが一番強いですよね。ここがないだけで印象がガラッと変わるんですよね。そうすると顔の方にもっと目が行くかなと。なんかこう水彩で描いた人物がっていう風に見えてしまうのかなと。上手ですよ。すごい自信持ってやってみてください。絵画教室の先生がどこかで撮ったスナップ写真を元に描きましたということで、なんかこう自分なりに、まあ背景がピンボケしてたのが写真がピンボケしていてとか書いてありますね。そういうところが、まあ、もう自分の完全オリジナルにぜひ持っていっていけば、プロとしてやっていけるぐらいの技術を持ってらっしゃる方なんじゃないかなというふうに思います。次の作品こちら。このあたりというのはそうなんですよ。二巡目、三巡目ぐらいで、っていう風にして、ね、こちらに来た作品ですね。ね、この方は、阿修羅、興福寺であるとか、奈良の中宮寺とか、静岡の、こういう色ある不動明王とか書いてるんですね。もうとにかく喜怒哀楽というのを書いた、ドローン、モネの睡蓮の息をドローンで見たように描きましたということでございます。
ね、すみません81歳の方ね、これはなんかもったいないなっていうか惜しいなという感じで、すみません、あの一生懸命書かれてすごいそれも伝わってきて喜怒哀楽ということでそこも伝わってきたんですが、このパターンがいくつかあって、じゃあどれにするかなって、それはもう完全に好みかなというところで、私が選ばせてもらったものが多分、次回以降に出てくるかなと思います。こちらの作品次ですね。いやこれもね、なかなか可愛らしいですね。すごくこう素敵な作品でございます。栄養の透明水彩ということでございますね。これも悪くはないですね。面白いですね。さあどこなんやろ。ペンで描いてる線もっと大事に描いた方がいいですよ。これやったらシャッ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 、じゃやっぱこう始めと最後は大事ですよ。ここに置いてここで止めて、最後はじゃあ跳ねるんやったらどこまで跳ねるかとか、跳ねるかとか、なんかこう全部こう同じようなストロークなんですよ。でせっかくこう書いてある技術的な部分でなんか見ると、手なんかもちょっと太くするで、なんかそういうところ自分の言葉を、ぜひ入れながら書いてみられてみてください。次の作品こちら。ああ、これはあれですかね、あのジョーカー的なやつですかね。いつもライブと楽しく見てますということで、ピエロを描いた F65 キャンバスアクリル、いつも、ね、あーこれもね、惜しいですね。あの、アイディアとか悪くはないと思うんですよね。ピエロでなくてよかったんじゃないですかね。自分の顔の口でよかったんじゃないかなと。僕もなんかピエロがポンと見えてきたから、あ、ジョーカーなのかな、映画ありましたよね。あれなのかな、あれなのかな、とか思って。なんかその辺がちょっと、あ、もったいないなっていう、なんかもっとまっすぐ自分の本当に口とか歯とか、ちょっとこう漫画チックにする必要なかったんちゃうかなという感じがして、まあこれもちょっと技術的にもっともっとこう多分上を目指していけれるような感じがいたしました。次の作品こちらです。これも、わ、かわいいね。どんな、ね、孫娘の画像を息子から送られてきたので、鉛筆デッサンで描いてみました、はじめね。で、その後、太め水彩着色したら、鉛筆の消し方が悪かったせいで、うるるるるるということで、濁ってしまいました、的な感じですかね。あ、そんなに悪くないと思いますよ。で、ちょっと肌の色が赤みがかりすぎてしまってますもんね。どうしてもこう蛍光灯のもと撮った写真でどうしても赤みがかった写真になりがちですので、なんかそういうところにちょっと色とかをもう少し複雑にしてみたりとか、じゃあ顔かって言ったらもう顔だけでよかったんちゃうかな、体ここまで入れる。もちろん入賞、入選の方にもそういう体まで入ってる作品ありますよ。そういうので文句言うのやめてくださいね。ちょっと色が肌が赤みが強すぎませんか。ずっと動画を見ていって自分の作品ポンと出てきた時にどう見えますか。はい、次の作品はこちらですね、やっぱこのお孫さん、僕はちょっとライブペイントをやって、この今録画している30日の前日29日にライブペイントでやったんですけども、なんとなくある程度来るだろうなという予想も立っていたんで、じゃあ私の解体1時間半に皆様勝てますかと、勝てないと入選まではいけませんよぐらいの私からのあれは皆様へのメッセージだったことに気づいた人もいるかいないかわかりませんが、またそれも改めて見てみてください。なんかこうそういう顔というところにポンとピントを当ててやった時に、人の肌かもしれません、絵の具の物質かもしれません、そのあたりというのがどこまで出せるかということはちょっと大事になってくるんじゃないかなと思います。次の作品こちらです。これ迷ったんですよね。象のお尻だそうですね。僕やったらね、これ後ろとかに飼育員とかもう一匹の象、僕やな描かへんから、もうどんとそれだけでね、自分5年前のカンボジアの旅行の時の象のお尻を描きましたということで、ね、なんか僕も顔に見えてきましたもんね。お尻にも顔があるんや、象にはっていうぐらいに見えてくるけども、その補足的になんかこうですね、後ろに象もいてとかっていうところが見えてきてしまうところがちょっともったいないなという気がします。そういうところもすごいお上手だったら違うかもしれませんが、まああまりにもこの象のシルエットがジュッとしてるので、ブリンとしとるので、これちょっとその周りというところまで一緒にこうフォローしきれていないのかなという気がいたします。次の作品こちらです。もうこの辺りになってくるとね、なんかちょっとこう自分なりのこう創作とかっていうのがすごい入ってきているので、なんかですね、すごい迷うところがある作品ですね。
すごく丁寧でよく描けてます。目のとこも描いてあるし、よく髪の毛も一本一本描いてあってですね、非常にいい作品やなと思います。これなんで奥の方描かんかったんかなとか、もっとこうもう描かへんやったらもうちょっと下の方切ってしまうかなとか、髪の毛のもうちょっと生え際とか髪の毛のなんかとか、そういうところ丁寧に観察できたら、眉毛とかまつ毛とかよく観察してるんですけど、髪の毛だけがなんかですね、なんかこうギャッギャッギャッ、なんか乗っかってるみたいですね。ちょっちょっちょっみたいな感じに見えて、なんかこう髪の毛のいっぱい書いてある割には一個一個それがどこから生えてどうなってという観察までできて変なというところがもったいないなという気がします。なんかあと輪郭線を引くんやったらもっとこのぐらいの色でいいと思うんですよ。そんな黒とか線でいいと思うんで、なんか綺麗な、僕やったらこうなんかこれ色鉛筆で書いてるかな、いや色鉛筆か、もうちょっと鉛筆の先端尖らせてグレーかなんかシューッと綺麗に描いちゃうかな、日本画的な感じでやって、そうするとなんか人の肌とかっていうのはこれで十分見えてくるんじゃないかなという気がします。どの前あるんかな。次の作品こちらです。1時間経ちました。あ、これも悪くないですね。面白い作品、上から見た状況ですね。喜怒哀楽、怒りと悲しみですかね。悲しみはあの愛ですね。何かに怒っている息子と毎週汚れ具合によって違う表情を見せる上履きを描きましたと面白い。F65 アクリルにクレパス、あ、いろんな画材使われてね、面白い一場面描きましたよね。何かに怒ってる顔を見せてほしかったですよ、これ。ぜひ何かに怒ってる息子さんを描いてほしかった、見せてほしかった。あ、僕はそれをこれを見て思いました。あの、すごくこう、何年生ぐらいですか、上履きってことは中学生か小学生ですか、あの、ぜひその、何かに起こってるか、多分そういうのが、次回以降そういうの出てきますので、ぜひですね、そのあたりは、あの、真っ向勝負してみても面白いかなと思います。顔のところとか人の肌、絵の具の使い方はすごくいいですよ。いいところいっぱいあります。テーマに、あ、上履きがなんか顔に見えてきたぞ。しまった、今気づいた。本当だ、上履きが今ようやく見えてきた。ねえ。上履きがなんか叫んでるように見えてきた。あー、ごめんなさい、もう動画撮っちゃいました。残念。そのあたり、なんかね、手に持っててもよかったかもしれませんね。次の作品こちら。これもちょっとこじつけかな。そら確かにね、動物に見えたんですよ。で、これ、喜怒哀楽で、雲が動物の顔に見えた写真をベースに、近隣の住人の顔ぶれを描きましたということで、雲の表現難しかったですということで、あ、右のとこにリスがいた。あ、動物がいる。あ、そうか。雲のとこだけパッと見えたんですよね。あ、なんか雲のこういう形やったら、僕、枝とかまで多分そういう風にしたかなと思って、枝もそうなってますか？なんかこう影の部分に何かがいるとか、もういっぱいもうトロンプルイユ、騙し絵的に、トロンプルイユって言うんですけど、騙し絵的にいろんな場所になんか顔があるぞ、顔があるぞっていう風にしてみてもよかったかなと。雲だけがこう顔になってて、あとはなんか動物が今ね、住人として、鳥とかかな、描かれている。なんか他のものも参画してきたら絵を見る人が、あ、ここにもいた、ここにもいた、楽しいってなると思うんで、だからその辺はもう一回嘘ついたらもう遠慮なく嘘つかれた方がいいと思います。次の作品こちらです。やっぱ1時間オーバーしてきましたね。まずいですね。声がかなり。これもなんかですね、背景はロドフ島ですと。あ、カナダ在住の娘さんを、メガネにコーヒーがつきました。F85 油絵ですと。よろしくお願いしますと。あの、絵としてはそんなに悪くないと思います。地面のビシッとしてる感じとかをもうちょっと出してあげたりとか、せっかく油絵の具のこう質感を使ってんやったら、例えばナイフか、パレットナイフかなんかで少し描いてみるとか、なんかこう、そういうこう、絵の具の画面の中で表情をもっともっと豊かにしてみてもよかったかなと思います。で、ちょっとこう、あの、茶色系、多分ローアンバーかなんかやと思うんですけど、バントシェンナかローアンバーか、なんかちょっとその色使い自体が、もうちょっとそこの中に色そんな色とかが見えてきたりすると、もうどうしても写真見て描くとその濃淡がすごく強くついてたりするので、こういった感じになりますけども、ちょっとそういうのがもうちょっとこう幅広くこう見えてきてもいいのかなという気がします。あ、宝塚の乙女の6号さんだそうですよ。次の作品こちらです。これね、ドンと描いててこれを迷ったんですけどね、これをすみません。僕嫌いじゃなかったですよね。もうちょっとピント合った写真くれたらなーっていう感じがしたんですよね。迷ったやつの一枚ですね、これ。ね。
君が3歳の頃の写真を描きました。R 君へということです。いつも笑顔の君が珍しく何か気に障ることがあったのでしょう。君たちの将来がどんな世界になるのかバーバには見届けることはできませんが、どんな社会になろうとも正しいことは正しい、間違っていることは間違っているとはっきり言える人になってくれることを願ってます。そしてそう言えるような社会になって祈ってます。バーバよりということで、カリフォルニアの おばあちゃまからお孫さんへ。まあこれもで、ね、この辺が本当にこう迷ったところです。非常にいい作品だと思いますよ。あのお孫さんの、方に伝わるんじゃないかなと思います。ちょっとねこれ透明水彩の使い方とかすごい綺麗なんで、少しピントがあってピタッとここに見せれてたらもっともっと良かったのにな。すみません、その写真の技術かよっていう話かもしれませんが、ちょっと本当に青みにかかってる紫とかすごい綺麗ですね。面白いいい表情だなと思いますよ。次の作品こちらです。この辺りも頑張ってやられてるんですよね。ごめんなさいね。迷いましたよね。久しぶりに投稿しますということで、11月3日から開催されている某工房展で入選したということを先ほど手紙が来ましたということで、そろそろ入賞を狙っていましたので少し恐縮していますと、入賞に絡むの描き方を今回の好評の中に少しでも入れていただけると、あの、形の悪さをどうにかしたらいいですよ。目がぐやっとずれてたり、メガネがギュッと曲がってたりするの分かります？で、それをやるなら徹底したらいいんですよ。あの、中途半端に目のところだけが、後のところはほとんど形合ってるんですよね。で、例えば手前にある目の方が奥の目より大きいじゃないですか。奥の目とか。で、あの、そこのところの形の悪さが、もう、ね、ピカソみたいにふにゃんふにゃんってするんやったら、そうしてしまったらそういう風な絵ですってわかるわけですよね。だから形に関してはちょっとそういうところが見え隠れしますし、ちょっとこの写真もピントが合ってなくて少し難しい、ちょっとグレーズとかに頼りすぎているのかなっていう感じがするんで、僕やったらちょっと不透明の色でこれだけこう紫とか緑とかも若干画面の中にちょっと置いていくかなと、不透明系の色が最終的には白だけになってしまってるのかなっていう気が、ちょっと写真がピントが合ってないので見えにくいのでわかりませんが、そのあたりがなんか不透明で言い切ってしまうという仕事とかが入ってくるともう少し良くなるかなと思います。次の作品こちらです。あ、これもね、面白いですね。ゴリラですね。講師ともうんぬんかんぬんホワイトワトソン、読んだそうです。厚かましく顔に応募させていただきます。下手なのは承知の上ですが、描いてみたいという気持ちが湧いてきて、先生にご迷惑かもしれませんが、木彫りの前で、うんぬんかんぬんちょ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 ということでございます。もっともっと顔の方でよかったですよ。人の真ん中にゴリラがドーンぐらいの感じで、意図的に僕らずらして、顔が3つドンドンドンとあって、でぐらいにするかなと。やっぱどうしてもスナップ写真を描いてしまうっていうところで、やっぱ絵作りが皆さんできればもっといいのになと、それを撮ったものをそのまま描きましたというふうになってしまっているところがちょっともったいないかなと思います。次の先こちらです。ちょっとこう、これもあれですね、ポートレートみたいな感じで、こう、照明写真みたいな感じになってしまいましたね。年齢の線にはしたくないのですが、最近は何をやってもまとまらなくなりました。まだ脳みそは衰えていないと自負していますが、他人がどう見ているかわかりません。よろしくお願いしますと、アクリル絵の具を使っていますという F45 だそうです。目、鼻、くじ、悪くないですよ。で、写真のこのちょっとピントがボケてるのと、まあ、平面的に描いている割には髪の毛のところに光、影を入れてるから立体的に見えているとか、なんかこう、すごく大事に描いてるところとそうじゃないところ、例えば洋服らがめちゃくちゃ雑だったり、背景もなんか塗りがちょっと汚かったり、こう、その辺をちょっと大事にしていく部分を、もうやらないんやったら描かないでいいんですよ。ペッともう背景描かへんぞとか、洋服も輪郭線だけやぞ、ぐーっと。っていうぐらいの潔さがあっていいのに、もう塗るんやったら、ね、平滑ベタで塗るでも、グラデーションでも、なんかマチエルつけるでも、自分のなんか言い切りがちゃんと画面の中に、こう、四隅まで、隅々まで、緊張感を持って描かれればもっと良くなるかなと思います。もうこの辺は惜しかったです。はい、次の作品こちらです。もう非常に惜しくて、迷いました。面白いなと思いました。これね、
ね、僕やったらもうちょっと黒しっかり置いてあげるかなと。なんか一個一個の濃淡が強すぎるんですね。髪の毛のハイライト暗い色、洋服、人のハイライト暗い色。ほんと髪の毛の中でちょっとハイライトがあってとか、肌の色っていうのはこれぐらいの色の中で、濃淡をつけてとか。なんかこうそのあたりがもう少しこのデッサンに関してはできていきて、明確に髪の毛の中の明るいくらい、肌の中の明るいくらい、洋服の固有色の中の明るいくらいみたいなのとかがもうちょっと明確に出てきたりするともっともっと良かったかなと思います。これこのなんかこう麦か米かわかりませんけども、そこの線ありますよね。ここのこう山と麦か、あ、ごめんなさい、畑のところの線で、これが例えばこっちの左側の帽子の男の子の方の首のところにドンと刺さっていたり、右側の男の子の目ん玉のラインと同じところに来てるんですよ。これ僕らやらないんですよ。ちょっとずつずらすんですよ。なんていうか。で、そのあたりって結構デリケートなところで、ここの 目線ってこう、この線ってすごい強いじゃないですか。この線ね。そこのところに地平線がビュッと来てしまっているというか、麦わらの線がビュッと来てしまってたり、首のところに何かがぶっ刺さっているように見えるわけです。ビュッと。で、そのあたりをちょっと下にしたり、ちょっと上にしたりするだけで印象がもっともっと変わって、顔の方にもっと目が行くようになってきますので、非常に惜しいなと思います。あ、この作品もね、はい、次の作品、すみません。こちらもですね、これもいいんですよね。もう周りもっと切って犬と顔だけでもよかったかなと。これなんかルシアン・フロイドっていう人の水彩画みたいな感じで、すごく顔の、あの、質感、人の人間の肌の質感とかっていうのがすごくよく出ているなと。これやったら犬こっち向いてるのに、この人、男性の方もこっち向かせたらよかったのになと。なんかたまたま撮れた写真を描いてしまったような雰囲気に見えてしまうところが非常に惜しくてですね。これ普通に二人とも、ね、二匹、一匹と、もう一人、すいません、もう一時間も喋ってるともうおかしになってきました。ちゃんとこっち真正面見て顔のところだけボンとしてあったりすると、その違いみたいなのがすごい明確に見えるじゃないですか。どうしてもだからたまたま撮れた写真がっていう風に見えてしまうよりは、やっぱり絵を作るということをするためにも写真を使って描くにしても、やっぱりそのあたりは緊張感を持ってやられてみるといいんじゃないかなと思います。次の作品こちらです。もうちょっとかな。これは、ですね、あれですね、ステンドグラス帳に書いて、見た作品です。悪くないと思いますよ。いいと思いますよ。なんかせっかくステンドグラスみたいな感じでやるんやったらば、F15 ですかね。MDF ボード、ジェスソ黒、オイルパステル、色鉛筆だそうです。いつもありがとうございます。喜ぶということで。チョークアートですか。ステンドグラス風に描きましたと。非常に、惜しかったかなと思いながら見ていました。じゃあどこなんやって言われたら、もう1時間も喋ってるとネタもなくなってくるわけでございます。私だったらなんかこう、パラフィンでしたっけ？なんかこう透明の何か、何箇所がくっつけるだけでも違うんちゃうかなとか、ちょっと強引かな。思いますよね。まあ、顔というテーマかなと思ったからここにあるのかもしれません。素敵な作品だと思います。次の作品こちら。もうこのあたりすみません。完全に最後の最後にこちらに来ました。これもすごく色使いもいいです。絵の具の使い方もいいです。もっと顔で良かったかなと思います。青い髪とか、肌の緑とか黄色とかも綺麗なんですけど、やっぱ洋服とかの緑とか青とか、背景の黄色とか、僕だと背景の黄色と、青い髪の毛と、いや、黄色い肌と、もうそれだけで十分勝負できたんちゃうかなと思いますよ、この方ね。よう頑張りましたね。お名前見たらよくこう、鬼好評とか出してくださってる方かなと思います。すごくいい作品、よく頑張って、書かれた作品だと思います。肖像画に見えてしまいますね。ちょっとね、顔というテーマでね、次の作品こちらです。そっか。そうね、2015年ダービーを制した馬だそうですね。いうことで、だそうでございます。色鉛筆ある種、水彩色鉛筆、ポスカも使いましたということで、ね、馬を描いているので、真正面でよかったんちゃうかなとかね、走っていて、こうなんかこう、桜ですか、これは何ですか、木蓮の葉っぱですか、何ですか、わかりませんね。ハスですか、なんかちょっとわからないんですけど、そのあたりがこう、この辺がこう、文字もですね、これ何ですか、
ドゥランメンテっていうんですかっていう馬の名前でしょうか。馬の顔のところだけにぐわーっと集中して僕やったら描くかなというふうに思いますけどね、悪くないと思います。あ、2021年9月1日に、最近亡くなった馬ですだそうですよ。次の作品こちらです。ね、この辺すみません。こう悩んだんですけどね。もう僕はボンと自画像を描いてる作品もどんどん今回選ぼうと決めていたところは実はあって、この課題に対して真っ向勝負で、行くんだっていう人に関しては僕は選ぼうかなと思っていたんですが、これに関しては多分写真を撮って描かれてると思うんですけども、その写真のなんかこう、写真っぽさみたいなのから抜けんかったなというところがですね、もったいないな、前からフラッシュが焚かれたような感じというもの、蛍光灯の前から光かもしれませんけども、なんか笑顔は笑顔でいいと思うんですよね。でもちょっとこう光の方向性とか何かを変えることによってその笑顔みたいなものがもっと違って見えてくるかもしれなかったなと、非常によく描かれていて悪くないいい作品だというふうに思います。これなんかもそうなんですよ。これなんか僕はこれはもう初め完全に入選面白いと思いましたが、パーッと見ていくとちょっと足らないなと、もうちょっと描き切ってほしかったなっていう、こうすごくこう荒々しいドローイング線とかでもいいと思うんですね。で、例えば、ドーミエっていう作家さんのドローイングとか見るといいと思うんですけど、そういうものとかですね、なんかこう、本当にこう、ゴッホとかの線描とかデッサンとかでもいいと思うんですけども、カモイレーとかの、なんかこう、ラフスケッチ的なのでもいいと思うんですけど、ちょっとそういうのとかが脳裏によぎった、瞬間に、あ、ちょっと弱いかな、これじゃ、っていう風に見えました。はい、次の作品こちらです。で、もうこのあたり完全に2巡目で、ある程度技術的にも顔で真っ向勝負してるんですが、ちょっと何かが足らないという、これなんかもすごくお上手です。鉛筆デッサンとしても非常にお上手です。ちょっとこれ厳しく言ってくれみたいなことを書いてあったような気がするんで、フレーミングまで、大臣育ててきた娘さんがこれから社会に、旅立っていくわけで、希望に、いっぱい、夢いっぱい溢れた笑顔を描きましたということです。すごく鉛筆の色も綺麗ですよ。鉛筆の使い方、細かい描写みたいなのも綺麗です。ちょっとずつこう描いている線が顔とかいろんなところあるんですけども、塗ってる、擦ってる線と、ちょっとずつ加筆した線の間、擦ったり、線の間の仕事みたいなものが、ディティールを見ていったときに、ちょっと入っていないので、ちょっとそういうこう線を引いたのを例えばハッチングみたいなので繋いでいくようなことをしていくと鉛筆デッサンとしてはもっともっとこうレベルが上がると思います。ぜひですね、そのこすって、線で描いてその間のやっぱ最後立てて描くという微妙な調子、本当ハイトーンの中でこう3インチ4インチぐらいで鉛筆を尖らせて立ててシューッと描きながらっていうことをしていくと多分なんか形になる可能性があります。次の作品こちらです。わー、1時間16分16分こちらの作品です。なんかこう4年半秋からこうボテにぼちぼち出しているということで、ミャンマーのネシャ化物ですね、喜怒哀楽から怒と愛を消滅させた穏やかな表情が気に入っていますと、雨季のミャンマーをイメージして描きました。これ、周りまでいるんですか？これは、看板を、どこかにあった看板を雨と共に描いたということかな。この方はいくつか見てますけど、この仕事に関してはちょっと雑かな、荒いかなっていうふうに見えますね。看板のところとかマスキングテープかなんかですごく潔く描いているんですが、いろんなとこ見ると、この、垂らしただけで雨に見えるっていうのは、ちょっとこう無理があるんちゃうかなという気がいたします。はい、次の作品こちらです。ね、パンダさん、パンダを描きましたが、すみません。顔が見えん。画像が、顔が見えんっていうのと、うん、確かにそのですね、最後の晩さんですね、の場面を描いたんですが、ね、いろんなこう13人のいろんな顔の表情を描きましたということなんですが、顔が見えん、顔が、これは最後の晩さんかっていう、感じのなんていうか、そちらの方に行ってしまうというか、顔というテーマでは、ちょっと弱いんじゃないかなという気がします。すみません。お怒りになるかもしれませんが、アングリさん、本当この度は皆様、第154回は以上でございますが、お謝罪をいたします。涙も出てきません。ということで、次回は、今58枚終わりましたんで、次回は、
入選編、入賞編と続いていきますので、今日は本当に、初めから、おふざけをしたせいでこんなにオーバーしてしまったかもしれませんが、ぜひ、で、入選編、入賞編も、楽しみにしておいてください。残り47枚なので、これからまた選別を始めるんですが、入選編がだいたい僕の中では30枚前後、入賞編が15枚前後、というふうに考えておりますので、楽しみにしていてください。ではまた。チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってます。よろしくね。